どうもマルベリーです。星のドラゴンクエスト実況やっていきましょう。パート9でしょうか。さあ、まあまたまたマルチをしてね、ジェムを稼ぐ毎日でございます。3100ジェムあります。開幕福引きやっちゃいたい。開幕福引き10連ゴーいけ。メタスラ来いよ。スキップしたいけどこれ見てくよ。2回、2回跳ねてくれよ。2回跳ねてくれ。1回、2回来た。星5。なにこれ。あ、ヤシャノコンか。ヤシャノコン、コンボの星5来た。あらざす。2回、あ、1回ね。お、かっこいいこれ。星4、プラチナソード、いいっすね。順調順調。2回。まあ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 。2回、1回。お、星4杖いいっすね。マグマの杖。2回。お、来た。インテリロープ、アクアちゃん行きだな。これアクアちゃん行きだ。星5、2つ目、この調子。2回、2回跳ねてくれ。2回跳ねてくれ。メタスラ、あ、1回。玉鋼の鎧いいね、かっこいい。なんだこれ。星3で銀の探検、微妙にかっこいい。跳ねない、跳ねない。ウォーハンマー、これで終わりかな。いや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 、星5が3つ来た。あ、違う、2つや、嘘ついた。星5、2つに星4、3つ。いい感じでしたね。さあ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 、もう10連を引いてね、装備を変えるというのがね、もう定番になってきましたよ。いや、主人公の頭欲しいんだよな。主人公の頭欲しいんだけど、まあ闘志の兜と進化させようかな。でもお金ないんだよね。体はインテルローブですね。アクアちゃん、ホーリーローブよりさらにいいわ。アクアちゃんすごいよ、これもう星5、2つ目だよ。インテリローブでしょ。頭はインテリハット、インテリ染めできてる。いい感じじゃない、いい感じじゃない。体下はゲンマとどっちが強い。あ、玉鋼の方が弱い。あれはメラ属性か。あ、でもちょっと待って、1下がっても見た目的にね、あ、見た目的にこっちの方がいいわ。で、こっちがね、あれなんですよ、ゲンマなんで、これゲンマ、こっちの方が合うね。ゲンマにしよう。いいわ。あ、これいいじゃん。なんかメタル的になってきた。ちょっと、体の色が、あのシルバー感がちょっと合わないですけど、まあいいでしょう。縦は、まあもちろん。で、ちょっと今、マルチ用にハートのペンダントを一回、主人公につけてたんですけど、アクアちゃんにつけないとね、アクアちゃん、髪なんでね、アクアちゃんに少しでも、でも、2しか違わねえの。まあでも、いいか。毎回付け替えるのめんどくさいから、もう主人公につけとこう。アクセサリーは2つつけれるのがいいですよね。まあいいわ。武器は、あ、せや、ヤシャコン。ヤシャコンとゾンビキラーどっち強いの？ゾンビキラーが107。あー、まだゾンビキラーの方が強いわ。ヤシャコン何持ってんの？読み送り。コンボ、ゾンビ系か。コンボのみ。これや、瞑想。自分の HP を回復する。自分の HP を100回復する。これ結構いいよね。あれだ。ちゃうちゃう。それとアクアちゃんが杖が今妖精の杖星3なんだよね。お、こっち星4や。マグマの杖何？お、イオにベホイミ。ええやん。イオないんだよね。でもこっちの方がいいわ。装備する。で、桃屋で一回ベホンに外してこいよ。全部、あ、マグマの杖じゃなくて、どれや、なんか増えたな結構。
あ、これ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 。妖精の杖のサブスキル一回全部外そう。あとなんか増えてるね。銀の探検がホーリーエッジ。威力 120% の妖属性攻撃。へぇ。ルカに持ってる。これサブスキル外しとくといいですよね。使ってないやつ。で、マグマの杖。あ、いいを持ってんじゃん、これ。七星さん。ありがとうございます。サブスキル外します。イオは他にないか。まあでも1上げられればいいね。あとゲットしたのが、ウォーハンマーに、デビルクラッシュとスカラがついてるね。スカラ外してみましょう。オッケーオッケー。で、スキルセットし、あ、スキル強化にして、ベホに強化したい。イオも強化したい。スキル強化、イオ。よしよし。まあ、ちょっとこれはね、お金かかってもしょうがないわ。いいね。別のスキル強化。ベホイミも強化したい。ベホイミ強化。ベホイミどこや？ベホイミ。は？獲得強化ポイント300万の？もったいな。ベホイミ残しとくわ。え、他に、できるやつないのかな。いやー、これはワンチャン補助強化玉使っても良さそうだな。ちょっと補助強化玉使います。1個だけ。せめてね、せめてレベル2ぐらいに上げとかないとね。で、他のアビリティっていうか、あのサブスキルなんで付け替えができるんでね、もったいなさがない。そこがいいですよね。で、ベホイミ入れて、あと何を入れようか。今回ゲットしたのがスカラ。仲間一人の守備力 20% アップ。ルカに敵の 20% ダウン。まあでもこっからなんか麻痺とか使ってくるやついそうだな。毒は回復でなんとか対応できるから、キアリク入れとこ。案外キアリク大事。あとは、ゾンビキラーになんかつけれるやつないのかな。1個。あー、火炎斬りがもう1個増えたんだ。え、連続攻撃のレベル5は今、あの、英雄の槍が持ってるから、どうしようね。火炎斬りしかないんだ。連続斬りこっち、いや、いらねえな。いいや、まだ開けとこう。逆に火炎斬りちょっと強化する、しようかな。火炎斬り、あ、違うんだ。自分の持ってる火炎斬りや。ゾンビキラーはちょっとまだ上げらんないな。防具は、え？防具のスキル強化ってできんの？へぇ、防具もスキル強化できんだ。へぇ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 。ちょっと待って、盾。メタルガードは無理やし。カウンターは？あ、レベル1。スキル強化できないんだ。スパイクアーマーにカウンターっていうのがついてるんですよね。まだ体感したことがないですけど。まあ、とりあえずこんなもんですね。いや、冒頭始まってから8分もなんか調整動画になっちゃいましたけど。まあいいでしょう。早速、メインクエストの方進めていきましょう。で、今回はね、前回失敗したのがね、冒険ランク見てなくてね、スタミナすっげえ無駄にしたんでね、今回はちゃんと無駄にしないでいきたいと思います。え？あー、そっか。ちょっと。クエストに飛んで、ストーリー、悪名高き盗賊、南の高台へ行ってみようにまず行きましょう。上から順にね。いやー、今回もあれか、メタスラ来なかったか。お、メタスラさんいる。まあでも上から行こうかな。まだここは大丈夫でしょう。アークさんで行きましょう。 OK。 デフォルトネームの方、さあ今回も行きましょう。あ、そしてね、ちょっと変わったのは、連続攻撃がレベル5まで上げました。これもやっぱりあのサブスキルの、組み替えができるんでね、連続攻撃上げといて損はないって感じでしたね。まあ、CT がね、なんたって10秒になりますからね。やっべ、使っちゃった。ノリで使っちゃった。おばっか。まあいいや。CT10 秒はね、いいっすわ。まあ、速攻使います。あ、あと気になったのこのアビリ、あの、なんだっけ、職業で覚えるアビリティ、これのレベル
が3の人とかいるんだよね。これ上げれんのかな。職業レベルが上がっていくと勝手に上がるのかな。そこはちょっと定かじゃなくて見てみたかったんですよね。なんか強さ的なところから上げれんのかなと思ったんですけど、違うかもしれません。知れません。お、ピッキーちゃん、ピッキーちゃん。あ、ビッグアットじゃん。ルッカーな。守備力下げないでー。抜群。さっさと行け。もう行け。いいよ。いいよ、もう使っちゃうよ。いいよ、ボン。おー、全体に40ぐらいか。いい火力じゃん。あ、でもあれか、船乗りとかソウルとかは勝手にレベル3とかになってるね。だからこれあれか、レベルが上がれば勝手に職業アビリティは上がってくんだね、多分。カンギリスパークショットって覚えてる、この人。ちょっと使ってみようかな。全体かな。あー、ではない。全体ではない。これで決めろ。これでおしまいだ。あ、防御力1下げても下げたけど、やっぱりメタル系というかね、あのシルバー染めにした主人公いい感じだね。あ、進、あれ強化すればよかった。頭こ強化じゃない、進化すればよかった。お金がね、結構連続切りとかね、鍛えてって、あのなんだっけ、勲章だっけ。お、冒険ランク調整しながらね、ちょっと一回ホーム。あ、実績か。この実績でこのクエストを何個やるとかで強化とかも回数でなんかできてて、ほら、あのスキル強化、なんだっけ、連続攻撃上げてた時1個ずつやってたんですよね。これなんか1回ずつやんないと、まとめてやっちゃうとカウントが1回扱いになっちゃうんですよね。そこ注意点。なんだっけ、あ、そうそう、1個見てみたかったのが強さ装備で職業スキル、得意武器装備時力プラグ、これ詳しく見る。あ、長押しか。あ、でも上げることはできないね。あ、ここに書いてる、レベ1だとそれになって、レベ5だと得意装備時特技 CT 3パーカット、レベ10になると居合爆砕きがレベ3になるとか書いてた、書いてた。そういうことね。了解。何やったっけ、そんなもんで。あ、それと1個だけちょっとやりたかったんだ。さっきね、進化も、防具進化ができるんだよね、これ。投手の兜が2つあるから、ちょっと進化、うわ、750もすんの。いや、これやめとこうかな。レベ3の頭なんだよね。そこまで、いやー、いっちゃうか。いや、やめとこう。いやー、やめとこう。750。いやー、でもいっちゃいたいな。どうせ使わないんだよね、2個あっても。いっちゃおう。進化、進化いっちゃおう。進化まだあれだよね、動画で上げてなかったから、ついでだからいいや。進化させる、進化開始。この装備を素材にして進化しますと、素材のメインスキルはなくなります。サブスキルを自動的に取り出されますと、進化開始。で、進化するとどうなるかというと、750目使うのが、まあ、すぐ稼げるでしょ。この強、最大強化値がアップと、最大プラ20になったという、よ。よくわかんねえ。終了する。強くなったのか、これ。ちょっと一回見てみるか。装備、投手の兜、あれ、どういうこと。装備を変える、頭、これ、最大プラ20。あー、上げれる最大値が増えるってだけか。進化させなきゃよかった。特に強くなってない、これ。意味な、意味な。まあ、アクアちゃんのね、魔法の、魔法使いのズボンも、進化させてみたんですよね。一回だけ。はい、なんでもないです。
見張りかな、ここかな。お、ダンジョンだね。やばい、スタミナ、スタミナ、あ、足んねえ、これスタミナ足んないパターンだ。これサブクエ行くか、クエストサブクエ回ると、高台の森へ行ってみようはクリアした。東の森はちょっとこれスタミナが微妙だったんで、サブクエで調整したいと思います。いい感じでな、行けばいいけどね。逆にスタミナが減って冒険ランク上がんなかったら意味ないけど、まあなんとかする、なんとかなってくれ、なんとかなってくれ。ズキシズキシ、 CT10 秒間に合わず倒してしまった。まあ回る塔のねサブクエだからね、もうこんだけレベル上がっちゃうとモンスターが弱い。まあ別にここはね、別にスキルフィニッシュ関係ないからいいんですけど、でもなんとなくしたいっていうね強すぎ、もうバンバン死んでいくわ。基本ワンパンやのな。よし、いい感じ、レズキリサブクエでも多分あのなんだっけ、あれは上がってたはず、あれあれですよ、あれ。あ、強すぎやで。まだいいのかよ、まだいたよ。なんかだまされるパターン初めてだな。だましてるわけじゃないんでしょうけど。連続切り、あ、連続切りじゃない、連続攻撃。よし、どう、あの星、青い星。サブクエで入んないとかないよね、ないよね。冒険ランクないよね。あ、入った。よし、いいぞ。さあ、ここは？18あれば、おお、ぴったり足りる。いいですね。これで冒険ランクがぴったり上がればいいですね。なんか今日はサブクエが終わっちゃいそうだけど、まあいいでしょう。行きましょう。ボス、スキルフィニッシュ。スキルフィニッシュしましょう。あ、なんだ。はいはいはい。ストーリーをもう一回読んじゃった。大丈夫でしょう、誰でも。行きましょう。ぴったりだからね、これね。こういうね、スキルコン、あ、スタミナコントロールとかね、考えながらやれるのもまたいいですよ。飽きない。あれ？これ大丈夫か？なんか武器が怪しいぞ。まあ大丈夫でしょ、ここは。あ、やべ。スキルフィニッシュ忘れてた。助っ人さんの武器が怪しかった。まさかの銅の剣。まさかの銅の剣。まあレベルは高いからあれだけど、特に問題ないけど。連続攻撃で。おーおお、つえ。敵が弱い。っていうか敵が弱いと思ったら噛んじゃった。敵ってなんじゃ。火炎切り一発で、どうでしょうか。あ、まあ、これぐらい、これでちょうどいいぐらい。素晴らしい。この、アクアちゃんの、存在感のなさ。何もやることねえ、アクアちゃん。ボススキルフィニッシュだけ気をつけたいね。雷チャージ、ちょっと気をつけないと。あ、まあいいや、別にどっちからやってもいいけど、まあでも一応こっちからにしよう。よし、もう一発入れたらいいね。 OK、 これでイオンも入れちゃえ。 OK、 完璧。ドカンと一発ですよ。
ドルニレベルも上がりそうだね。川の盾、まあでもいいんですよ。こういうね素材がね大事ですよ。しかもメタスラの盾あるからね、盾系はもうガンガン使っていきたい、ね、素材として。ボスをスキルフィニッシュ、 OK。 フレンドさんは特にここはね選ばずいきましょう。いやでも微妙だな、これ冒険ランク上がんのかな。スキルフィニッシュね、まあ一応 25% ボーナス大事。うお抜群、大丈夫これ。おおいいね、大体こいつらの HP が分かってきた。50以上食らわせば一発一撃で死ねる、死ねる倒せる。デビルクラッシュ、フレンドさんのスキルで CT 早い。ああ、連続キルも早いわ。デビルクラッシュ、まあいいや、まあいいわ、まあ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 、おっとっと、まあ余裕でしょう。もういいよ、使っちゃえ。はい、よーし、あとボスだけやな。ミラクルスピアスセットしとこう。お、骸骨ゾンビ切り効果抜群やな。ドッカン、ドッカン、ちょちょちょ、右から右から右から行きましょうよ。お兄さん、アクアちゃんがペラい、アクアちゃんペラすぎやろ。うわ、効果抜群、ドルマ、ちょ怖いな、怖いな、危ねえ。さあいいよ、ボフ、いいね、魔法系のエフェクトが入るとなんか全然主人公魔法キャラじゃないから新鮮。まあまだまだレベル上がんなくていいよ。問題は冒険ランクだよ。冒険ランクのこの残りメーターの微妙さ、なんかギリギリ上がんないとかあり、ありそうだよね。あ、今ゴールド嬉しいっす。ゴールドいっぱいください。今私ゴールド求めてます。次3回、ボスをスキルフィニッシュいきましょう。どんどん上から順にフレンドさん選択していきましょう。パッパッパッパ、連続切りセットしてね、火炎切りセットしてね、ムーンサルトでもセットしておきましょうか。でも奥義の前の方が CT 早そう。あ、あっという間、敵があっという間。あー、ムーンサルトの方が早いか。敵ほんとすぐ死んじゃうからな、気をつけないとな。スラストライク、シュリストライクみたいだよね。シュリストライクは別のゲームのアビリティなんですけど、ベングローリーですね。よいしょ、ムーンサルトは全体なのかな、違うか、素早さ下がったような抜群。まあこれもうアビリティだけで全部いけそうだけど。ムーンサルト、あ、いまいちだ、ゴーストに対していまいち。武道家はあれか、扇でも OK なのか、得意武器が。さあさあボス、モモンちゃんだね、モモンちゃん。あ、イオ使っとこう、全体、やっぱ全体、魔法は全体に食らわしてなんぼだよね。って回復されたし、回復されたし、もういいけん。連続斬り、モーモーにかましとこう、危ね。火炎斬り、うえ、ちょ待てよ、危ね危ね。
大丈夫ね。もういいんじゃない？よし。オーケースキルフィニッシュ。チュ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 ドリーン。あ、全然経験もらえねえ。レベル上がんなそうだね。聖堂の槍、聖堂の槍初めてもらったな。あー、ゴールドありがとうございます。ゴールドありがとうございます。さあ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 、最後の最後は何ですか。スキルフィニッシュ3回ね。 OK。 ただ敵弱いからね。ちょっとこれフレンドさん調整しようか。あ、レベル6の方、この方でいこう。ただ武器が強かったら結局あんまりレベル関係ないんだけどね。マルチとかでもね、私全然レベル低いけど、なんか高レベさんのダメージと同じぐらい火力出てたりするもん。大丈夫？いいよ。いいよ。もう行きたい。もう行きたい。怖い怖い怖い。うぅ！あ、間に合った。はぁ、怖。怖いわ。さあ、ここもね。手を抜かずいきましょう。投げ払いってダメージ入んのかな。この使ったことないアビリティがダメージがどれぐらい入るか分かんないから、もうこれいこう。これもういい、いこう。 OKOK。 安全にね、安全にいきましょう。おい、ツボ、よし。これ、ああ、まあいいや。ボス前、ボス前。投げ払い使ってみっか。投げ払いどんな感じ？あ、ダメージ全体や。あぶねえ。ちょっと、もう。よしよしよし。よし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 。オッケーオッケー。これでもう、ノルマ達成ね。あとはもう気楽にボスを倒しましょうよ。これで問題は冒険ポイントが、冒険ポイントだっけ？冒険ランクだ。冒険ランクがいい感じで上がるか、そこに全てがかかっている。砂煙、これ攻撃じゃ なさそう。よし、いいよで行こうぜ。いいよ、もういいんじゃない、もう行っちゃえよ。うえなんか危なっかしかったけどまあいいでしょう。ダンジョンクリア、これで全部いったでしょ。あ、全然レベル上がんなかったわ。さすがサブクエ。はい、頼むよ。冒険ランク、問題は冒険ランクだ。目標達成しました。あざすあざす。問題は来いよ。はあ、出たよこれ。パッタマジか。僕の宝物を見つけてくれたんだね。ゴーグル？世界史の。頑張ったんだけどね。クエスト、サブクエ回る全体の 50% で。これか。もうラストチャンスこれ。あ、スタミナさん。オッケーオッケー。これで冒険ランクが上がれば結果オーライですよ。冒険ランク上がんなかったら、冒険ランク上がんなかったらこの動画は何だったんだ。序盤でもうね、絶好調じゃないな、最高潮を迎え私立ゴミの動画。ガチャ動画やん、ほぼほぼガチャ動画。頼むよ。冒険ランク発見。冒険ランク上がってよ。来いよ。ああ、まだか。ドキドキする。頼むよ。頼むよ。
頼むよ。うぃよかったよかった。なんだこれ、フォーム見た目を変える使いになったぞ。今の装備をつけても見た目だけ別の装備に変えられる。え、マジ、そんないいことできんの。ちょっと行ってみよう。は、どういうこと、アバター装備ってことか。おお、また木が、あ違う、道具屋の新レシピや。ホームからか。どれだ、あ見た目を変える来た。じゃあさ、じゃあさ、じゃあさ、さっきの例えばさ、体下一回外して、いやこっちの方が強いんですよね、位置だけこうやるじゃん。で、で見た目を変える。あーなるほどね、見た目だけ剣とかにできんの。あでも槍は槍じゃないとダメなんだ。え、じゃあ待てよ。じゃあさらに言うとさ、これ多分玄武の兜の方が確か強かったんだけど、頭一回外して玄武の兜を装備するでしょ。ほらこっちの方がちょっと強いんだ。で見た目を変える。でこれ変更。あーなるわ。変更、うん、うん、変更。でも見た目だけはこっちにできんだ。体の方もさ、じゃあいい感じのシルバーなやつはないのかよ。え、じゃあこれつけてるやつ、え、でも人がつけてるやつつけれねえじゃんこれ。人がつけてるやつはつけれないみたいです。なんだそうなんだ。こっちなみにこれは、あーないわ。でも鎧系じゃないと合わないんだよね、意外に。革の鎧、あー意外意外性はある。鱗の鎧、いやこれはないわ。え、これ見た目戻せねえの。え、ちょっと待って、あ見た目のやつをこうやって変更解除か。意外にダンサーシャツないわなさすぎる。でも人がつけてるやつはダメなんだね。ってことはさ、ってことはこれをとりあえず変えたけど、頭を、鋼の兜とかに変更して、どっちが強いんだ。あほら、え変更、あーなるほどね、見た目でも装備してたらダメなんだやっぱり。なるほどですって。なんか見た目でさ、もうすでに使ってたら装備できなくなっちゃうらしい。ということで一回外す。あ、じゃあこれ装備で、体上は OK で、これを普通に、え？これを装備する。はい、これで戻ったね。大丈夫。で、サンドさんを玄武兜と玄武の鎧に変えて、あ、玄馬の鎧か。これでよしね。まあ見た目のやつはまあ、ああでもこのなんか例えば玄武の兜、ちょっとなんか私好きじゃないんですよね。これをダンサーヘアバンドとかに、あうん、これ見た目をダンサーヘアバンドに変更する。
はあ。ヘアバンドか。まあ悪くないか。まあこれにしよう。アグちゃんはこれでいいや。マルベリーも案外頭さ、ヘアバンドに変更したらどう？いや、ダセーわ。ダセーわ。ただ髪型ね。髪型せっかくだから出ててほしい気もするけどね。まあでもこれやな。でもなんか一人だけ見た目装備変えるのも嫌だわ。全員これでいいや。はい、見た目装備っていうのが解放されたみたいですけど、まあ、私が使った感じはあんまりあれでした。っておい、もう30分経っちまったわ。マジかよ。ストーリー全然進められてなかった。まあでもスタミナはとりあえず回復したんで、この後すぐまたちょっとメインクエストに戻って、次の、動画かな。これパート9なんで、パート10。見張りの塔の今度北の大地の方に向かってみたいと思います。ということで今回の動画はここまでとさせていただきましょう。最後までご視聴いただきありがとうございました。またお会いしましょう。バイバイ。